日本娱乐圈常青树福山雅治出席电影《神探伽利略二：真夏方程式》的首映礼，并召开记者会。这是福山雅治进入娱乐圈后第一次公开来到香港，所以吸引了过千名的粉丝到场支持，希望一睹福山雅治风采。大会安排了福山雅治走上红地毯，他也非常的亲民，不断跟粉丝挥手。一到台上，心情非常兴奋的他也忍不住用广东话跟大家打招呼。在电影中，福山雅治会跟一个小朋友有不少对手戏，他大赞对手了得。子供と演技すると言ってもですね、恭平君はもう当時9歳だったので、もう立派なですね、一人の俳優として、もちろんセリフもちゃんと覚えてきましたし、お芝居としてちゃんと、感情表現をしていましたし、大変なことは一切なかったですね。为了欢迎福山雅治来到香港，也希望他的电影有好成绩，大家特意安排了非常有中国传统风味的醒狮表演。在台上为行主持点睛仪式，他还做出嘟嘴表情，十分惹笑。福山还只得到粉丝热情的支持，感到开心。初めてこの香港に来れたということ、そしてこうやって皆さんにすごく温かく歓迎してもらえているということ、この初体験がですね、僕にとって本当に忘れられない夜になりそうです。本当にどうもありがとうございます。福山雅治除了演戏之外，还当了歌手20多年。他在香港这么受欢迎，被问到何时才会来香港办演唱会，他就表示见到粉丝如此热情，自己也十分期待那一天快点到来。